はい、こんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの UX1 と U1A、U1H、これの撮影をしたいと思います。比較の動画ですね。音色を聞き比べてくださいね。まず、新しい分からですね。UX1、426万8066万というこの製造番号のピアノ、これはもう結構新しい方ですけどね、同じ曲を弾きます。太い音ですね。太い音で、柔らかい音です。ヤマハのちょっと古いのとは違う、まろやかな響きのする UX1 ですね。これ結構いい音ですね。はい、次 U1A ですね。376-885という製造番号のものになります。お聴きください。先ほどのとは全然音が違いますね。すごいはっきりとしたスコーンと伸びる音ですので、こういうクリアな、バーンとこう反応のいいね、音色が好きな方はこの U1A だと思います。まあ、全ての U1A がこういう音っていうわけではありません。個体差がありますからね。さて、この中では一番古いですけど U1H という名機と言われてるね、2280056の U1H をご紹介したいと思います。他にも U1H あるんですけど、別のちょっとね倉庫にありまして、すぐに撮影できないものですから、この3台の比較になります。らしいですね。先ほどの2台のちょうど中間ぐらいですけども、音のその圧力っていうかパワーと、そして、あんまりキラキラ耳に来ないという、まあ耳に優しい音ですね。ちょうどいいぐらい。私この3台ではこれが一番好きかな。まあこれ好みですから、もっとふわっとしたあのね、UX1、そしてスコーンと伸びる明るい、もう底抜けに明るい、音の、U1A、それからこのちょうど中間ぐらいの U1H。さて、お好みはいかがでしょうか。もうこれは何がいい悪いではありません。好みです。自分の好きな音を、ね、選ばれたらいいと思いますよ。たくさん中古ピアノある中で、今日はこの3台の比較をさせていただきました。それでは、さようなら。